サッカー、J2、モンテディオ山形は1日、いわき戦に向け、練習を行いました。あんだけこう守備ブロック作られる相手に対して最初の1点っていうのは結構あのスペースを作ってくれることが多くなると思うんで、やっぱああいう早々に決めれるっていうところを次は逃さないようにできればなと思います。まあ、チームとしてこうやっぱり攻撃のところを強くいっているところはあるので、まあ、今こう後ろからのつなぎでこうみんながいい形で関わりながらできているというところでこう人数をかけれているのかなというのは思うので、まあ、そこはやっぱり前の選手だけじゃなくて後ろの選手もこう前に入れる意識だったりというのが高くなっているからこそのこういう、人数がかかっているのかなと思います。本当に勢いを持って相手は来るので、そこにこう自分たちがビビっちゃうとダメだと思うので、そこで、まあ、逃げずにファイトできればと思います。はい、私はフォーク、パスポール、残り2試合ではなくまず次の試合だけにフォーカスしたいと思いますし、まあ、すごくタフな試合になると間違いないので、相手チームはすごく若手の選手が揃えていて、もうみんながまた、ね、上のクラス、上のカテゴリーに行きたい選手とかたくさんあるので、間違いなくすごく勢いを持って試合に臨んでくると思うので、まず僕たちが、ね、それを上回って、ね、僕たちが青いですけど、まずその次の試合を勝って、そしたら実際甲府戦で自力でプレーオフに行けるように準備していきたいと思います。